はい、こんばんは、スプリンター城下です。今回の福袋を開けていきましょうということで、あ、間違えた、福箱でしたね。こちら、はい、もうなんか残骸でよくわかんなくなってますけど、トレッカ、福袋詰め合わせ福箱を開けてきて、シリーズにしましたけど、今回第4弾で最後2万円分開けてまして、結局今のところ5700円分しか残り、こんな風になりました。青2袋、貝30枚セット、ホロ20枚セット袋だけで、残り 14,300 円を、まあ、簡単に、ね、レート換算して、引けるのかどうかっていうところですよね。まあ、なかなか難しいんですけどね。以前開けた4袋、バレンタイン袋、雪焼島袋、1月追加ノーマルコンプ袋、あと、建造袋に関しては、バナーが、カードに載せてますので、よろしくお願いします。基本的にですね、青鬼袋っていうのが1袋5000円分でちょっと得になってますよって袋なので、これにちょっと5000円で、あとはまあ貝30枚、ホロ20枚、1枚100円と考えればここで回収できるんじゃないかっていう淡い期待ですね。危険度がまあある程度あるので、2万円で、ある程度回収してそれでおしまいですよっていうわけじゃないと思うので、ある程度ね。はい、それでは行きましょう。青鬼袋1袋目ずいぶん、これ5000円くるということなので、あわよくば貝中派、普通だったら貝のいいものか貝ホロがある程度出てくるんじゃないかなっていう予想です。はい、追放さん、お、これでもホロ来ましたね。これ誰だ、あー、道潮さんでも、これすっごい汚いですよこれ。ね、ちょっとよく見ていただくと、ほら髪の毛にちょっとほこりみたいに雪みたいなのかかってるでしょ。これエラーカードなんですよ。要はエラーって言っても、まあゲーセンによってはその、まあ自分によく、ゲーセンもそうだったんですけど、まあこれはあれですよ、プリンター製装など、なんかまあ工夫をされてるみたいです。それでちょっとある程度良くなるものなので、これはちょっと、まあ買い取りでこういうのが出回ってくるとは思うんですけど、ちょっとこれ厳しいですね、状態はね。はい。続いて、あ、ホロですね、これ。あられさんのホロ。嘘もん。あと、あられさんのぞいたら5枚ですね。これ5000円返ってくるのか、本当に。お、貝。あ、飛龍さん貝ですね。今のところ5000円返ってくる気配がしません。はい、残り4枚、これ誰だ、あ、これ総龍さんじゃないですか、これ。お、飛龍総龍ときて、あと赤木さん、加賀さんですかね。それで、うん、お、これはなんだ、阿部熊さんホロ、お、阿部熊さんホロ、はい。あー、これもあれでちょっと雪みたいなのかかってますね。ちょ、これ残念だな。道潮さんと今のところはこのあぶくまちゃんが、雪かかってます。残念ですね。あと2枚、よし、いくぞ、どんどんいきましょう。お、あられさんかい、ほら、なるほど、これはちょっとなんとも、これ5000円じゃないでしょうね。最後、最後に期待、頼む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 、パッ、あー、なるほど、はい、青肉5000円でした。これもう5000円じゃないとは思いますね。かすみさん回ホロ、あられさん回ホロ、まあ、なんとなく予想通りにはなれましたけど、うん、これ5000円はいかないと思うな。ただあと、まあ感想として、あぶくまさんのホロとみちゅさんのホロがちょっと状態が残念でしたね。はい、青に袋一袋目でした。ちょっと厳しいな、もう一袋でおーっていうのが来ないと多分2万円回収はできないですね。はい、それでいきましょう。まあ状態悪い、お、もうなんか表にした中ちゃんちゅうは、こっちの方が当たり枠は熱いのかな。まあね、状態いいものが入ってますっていう説明はないですし、ある程度しょうがない部分であるんですが、ちょっと残念ですね、雪かかってるのは。はい、中ちゃんちゅうは、続いてちゅうはシリーズかな。お、これは瑞鶴さん、お、瑞鶴さんね、どうせやったら貝が欲しかったですけどね。瑞鶴さん、で次が誰だ誰だ誰だ、あ、これ分かった、うん、大井さんですね。大井さん、なんかどういうね、縛りで入れて、まあ縛り必要ないですけど、どういう基準で入れてるの。北上さん、はい、はいはいはい、まあ今んとここんなんです。はい、今んとこまあ1500-1600円って感じかな。いやでもこれで2000円いきますよね、さすがにこの4枚で。うん、この後尻すぼみんなになっていいけど、おー、熊野さん回。これはまあ、なかなかですね。今のところ状態悪くないです。はい。残り3枚。頼む。加賀さんか、たまには欲しいな、どうせだったら。これ、お、金枠で、あ、鈴谷さんね。あ、なるほど、鈴谷さん回。
さっきのより全然こっちの方がいいと思いますね、状態も内容も。はい、残り2枚さあ行くぞ、一気にいきましょうね。パッ、失礼、パッ、お、トネさんカイホロ、最後が多分カイホロ2枚縛りなのかな。はい、トネさんで最後チクマさんかな。バーン、お、当たった。というわけで青鬼袋2袋目でした。まあ5000円でこの内容なので、さっきの袋よりか全然マシだと思います。状態もですね悪くはなかったですね。はい、これはまあ5000円っていう感じですね。はい、まあでも悪くはなかったと思います、内容としてね。はい、続いて貝30枚セット袋、もうこれは当たりも何もないと思うので、うん、これはもう普通にサクサク開けていきたいと思います。はい、こんな感じで入ってました、うん、これ当たりはないパターンですね。まあドレッカさんの場合大当たりが入ってても普通にあのすり振れないことが当たりって多いんですが、まあ、これはもうこういう感じですよね。はい、それサクサク、これはまあ1枚100円で30枚3000円って考えていいかもしれないですね。水木、村雲、四季並、三日月、みゆき、むつき、あけぼの、なんてこと、6枚じゃ7枚かな、白露、磯波、お、で金枠見えますね。過去、お、高尾、あー、なるほどね、金枠入れるならまだいいんですけど、まあ口感が大分ですね。夕立、木曽、竜田、みよこ、おみよこさんね、古高、那智、さつき、白雪、吹雪、羽黒、さみだれ、はいはいはい、なるほどなるほど。で、鳥海、おぼろ、足柄、お、たまにゃん来たー、まや、響き、あやなみで、仙台。なるほど、貝30枚セット袋、まあ金枠はありましたが、基本的には、駆逐系順従順の、テレートの方になってくるのかなと思いますね。はい、まあこちらはコレクションに入れたいと思います。はい。はい、それでは続いて、ホロ20枚セット袋。もうこれでね、長かった福箱シリーズもおしまいして寂しいですね。結果、まあ、ホロ20枚セットでも、いいホロっていうのはなかなかね、ただのホロだと思うので、なかなかの厳しい面ではあるとは思うんですが、はい、見ていきましょう。仙台、妙子、中、たまに来た。これはコレクションにですね、福袋、詰め合わせ福箱の、ホロ20枚と海30枚ね。過去、綾波、あられ、鳥海、マヤ、荒潮、おぼろ、大潮、鈴風、浅潮、足柄、羽黒、那智、潮、とね、陣痛。はい、というわけでですね、福袋詰め合わせ福箱最終シリーズ、ご視聴ありがとうございました。シリーズどうでしたでしょうか。まあこんなもんで終わるのかっていう、本当まあ個人的にはちょっと期待外れで終わったんですけども、建造袋で言えば、まあ、大当たり枠は一応出せたので、まあまあではなかったかと。最終的に、字幕で今出してるとは思うんですけど、計算してある程度、まあ、ヤフオクのレートである程度パッて換算して載っけちゃいますけど、まあ、2万はいかなかったんじゃないかなとは個人的に思ってます。はい。というわけで、福袋詰め合わせ福箱でした。まあ、おすすめとは今いかないと思うんですけども、お金いろいろな方は、建造袋等で、全然補えると思いますので、2万円分。はい。ぜひ買ってみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございました。はい。福袋は、まあ、ある程度、ね、ストックもありますし、いろいろ買ってるので、これからも紹介していきたいと思います。今後もご視聴よろしくお願いします。ちょっと長く なってしまいましたが、ご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。たまにあのね、カイホロ中杯以上が福袋でもなかなか当たんないんですよ。サイズでも。はい。どうでもよかったですね。アディアス。